どうも、ハギです。今日はですね、久々のトレーニング動画をね、撮りたいなというふうに思います。ちょっと仕事の都合でね、原宿付近に来る用事があったので、せっかくならね、もう聖地オダフィールド行ったろうかなと思ってね、今日準備していきました。でね、トレーニング自体がね、めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。で、考えたらね、もう3ヶ月近いのかな、3ヶ月ぶり近いのかなっていう感じがします。まあ、緊急事態宣言が出てから、まあ、そもそも外出はしてなかったのと、もう4月5月はね、もうトレーニングもね、ちょっと自粛すぎた自粛すぎたのでね、全然走ってなかったわけですよ。で、3月のね、中旬か下旬ぐらいに、まあ、トレーニングをした記憶があるので、ほんとそれぶりぐらいなのかなっていう感じがします。なんで、まあ、2、3ヶ月ぶりぐらいのトレーニングになります。で、ね、何をしようかなっていうふうに思った時に、いや、3ヶ月は済んでも、こうどんだけまあ落ちたのかっていうところと、意外に落ちてんじゃないかなっていう期待も込めて、今日はね、競技場で 1000m タイムトライアルやりたいなと思います。1000ならいけるっしょ。これがね、3000とか5000になるとね、この持久力のなさがね、こう出てしまうけど、 1000m ならいけるっしょってことで、今日はね、全力で 1000m タイムトライアルね、やりたいなというふうに思います。まあ、果たしてね、3ヶ月をトレーニングつながったアギが、まあ、1000どれぐらいで走れるのか、ちょっとね、予想してほしいなと思います。なんで今から小田がね、やっともう解放されたので、小田フィールドで 1000m 1本がっつりやっていきたいなというふうに思います。